はい、皆さんこんにちは、のっぺです。信長の野望大使やっていきますでしょう。さあ今回からまた新しい武将で天下統一を目指していきます。今回からプレイする武将はこちらでございます。はい、鈴木重秀でございます。通称西下孫一でございますね。彼は鉄砲傭兵集団西下衆の有力者でございます。石山本願寺と織田信長が対決をした石山合戦では、本願寺側の鉄砲大将として大活躍しました。あの織田信長をね、散々苦しめた方だそうです。で、その戦いぶりは下妻来年さんと並んで大阪の左右の大将と称えられる方だったそうです。ですが資料が乏しくて謎な部分も多いというミステリアスな方でもございます。ということで、かっこいい。もう本当ね、私鈴木重秀やりたかった。で、リクエストも多かったので、もうこれは本当、もうやっと時が来たっていう感じですかね。さあではやっていきましょう。行くぞ。さあ世界を打ち抜いてやる。心のままに生きる、それも悪くないぜ。もうこの武将髭もまたかっこいいですな。さあでは重秀様、まずはこの地図をご覧ください。奥重政、詳しく知りたい大名を選ぶことでその者の思惑を知ることができます。了解。はーい。武士たちは皆志を抱き乱世を生きております。周りの大名の志を今一度知っておきましょう。うん。で、重秀様の志特性をご確認くださいと。了解しました。さあそれでは見ていきましょうか。はい、西下衆。鉄砲の製造や扱いに長けた西下衆は傭兵集団としてあらゆる大名に使えました。それは戦乱渦巻く機内において決して豊かではない機位に住む彼らが生き残る唯一の手段であったのかもしれません。ということで、現在解放されている効果はこちら、寝頃鉄砲。鉄砲を装備した部隊の攻撃力が上がり射程が長くなるということで、あーすごいね。で、現在解放されているこのデメリットの特性は、鉄砲装備してない部隊の攻撃力が下がる。マジか、そうなの。そうなんだ。で、二つ目は、そう起きてって読むのかな。西下衆の実態は、民たちが集まって、村を運営する僧という共同体でした。僧内では独自の掟が用意されており、それに背いた者には厳しい罰が与えられました。お互いを律し合うことで共同体としての強さを保っていたのです。おうおうおう。で、解放されている効果、自力救済。表情で軍事の施策力を多く獲得できると素晴らしい。で、神殿の効果が下がると。マジか、そうかそうか、なるほど。騎衆は国衆の持ち去る国、その命運は我ら西下衆が握っておりますということでね。現在ね、これもう織田信長に囲まれてるんですよね。これ絶望でしょ。これは難しいな。すごいな。これ戦えるのかな。さあではまずは同盟関係を見ていきましょうか。まあ多分信長とは揉めてるのかな。わからん。で、長宗我部家と、あと毛利家と同盟組んでるんだ。これは心強いね。うんうんうん。なるほどなるほど。で、武将はどんな感じでしょうか。まあかなりメンツは厚いね。まずは私、鈴木重秀。37歳か。で、かなり能力は高いね。うん。武勇は97、統率85、知略83。で、私のお父さんにあたる方よね。鈴木定湯。うん。で、こちらが、知略の方かな。ブレーン的存在。鈴木重兼だね。確かね、この方が弟なんだよね。鈴木重秀の弟にあたる方らしいです。さあ、ではやっていきましょうか。さあ、それではやっていきましょう。じゃあ、まずは、証券の進出だね。じゃあ、ここ。ネゴロジ証券。じゃあ、進出して、金銭の収入を得ます。で、次は開発だね。じゃあ、新設して、で、防類。どの辺に置こうかな。まあ、この辺かな。はい。これで、戦場上限を狭める。で、準権書で、はい。かしこまった。とりあえず、いつ信長が襲ってくるかわかんないから、じゃあ、準権書も置きまくろう。はい。こんなもんかな。承知いたしました。よし、これでいい。で、母兵は、じゃあ、とりあえず、農兵を、もう集めるだけ集めよう。さあ、で、あとは、じゃあ、200ぐらい集めとくか。はい。さあ、では、行きましょうかね。まあ、こんなもんでいいでしょう。はい。さあ、信長がいつ先制してくるかはわからない。まあ、大丈夫。今月は大丈夫だった。
重秀様、峠に使いたいという浪人が名乗りを上げておりますをお通しなさい。あ、賢女さんだ。あ、本願寺賢女が仲間に加わった。そんな心強い話。で、下妻雷蓮さんもいるじゃん。素晴らしい。これはなんと心強い仲間。かたじけないな。だが城は一つしかない。やばいなこれ。すげえな。どんどん絶望感が増してくる。じゃあ今度は証券の進出ね。はい、じゃあこっち和歌山証券に進出で、開発はまだ、ボールイット準検証ができてない。で、次はじゃあ、温床も上げていきましょうか。賢女さんが、中性黄色だから、ちょっと裏切りやすいかもしれない。で、これで、感情を上げて、はい、中性青になって、裏切ることはまあないでしょう。じゃあ、行きましょう。はい。さあ、信長、来る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 来ない。オッケー。ふぅ。で、春になりましたと。報告いたします。先月の収支です。ごめん。で、農業できるね。じゃあ、最下城を、じゃあ種まきで、はい、はここで兵糧の収入増加で、次、証券は、じゃあ長宗我部家の証券に進出していきましょう。はい、はで、お次は、じゃあ、そうやな、ここか。もうちょっと、準検証増やそう。もう増やしまくろう。もう準検証だらけにしてやる。じゃあ、こうして、こうして。さあ、で、まずは決定。で、じゃあ、この辺。まあ、ゆくゆくは、スノボトにも進出していきたいということで。はい。じゃあ、ここ。承知。オッケー。さあ、では行きましょう。はいよ。さあ、信長。来れるもんなら来てみ。今月は大丈夫。先月の収支です。怖い。表情を、はい、表情でございます。策がございます。で、新しい方策提案。はい。ちなみに、鈴木家の方策は、軍事はそこそこって感じだね。で、あ、商業はめっちゃある。ほうほう。で、農業は逆にちょっとパッとしないかな。で、論議もめっちゃあるね。素晴らしい。よし。じゃあやっていきましょう。じゃあ農業と軍事。はい。ピッカーンです。いや、3人も絶好調が。素晴らしい。ライレンさん、ケンニョさん、シゲカネさん。これすごいな。表情は終わりだ。じゃあ、商人尊重。基本的なの取っていこうか。はい。じゃあ、軍事重視宣言。農業重視宣言。で、家臣尊重。はい。で、まあ、小児打体かな。兵糧の消費量減少しよう。よし。これでいいでしょう。はい。ゲチを。さあ、では引き続き証券の進出やっていきましょう。じゃあ、ここ。神山証券。はい。長宗我部家の証券ね。で、お次は、じゃあ、次は、こっちやな。うん。さあ、金がなくなったか。まあ、仕方がない。とりあえず、これで頑張っていきましょう。はい。我が野望。で、信長が、なんか対面使ってる。覇王の野望。はいはいはい。なんすか、それは。来やがった。わあ、やばい。信長が来る。俺の天下を受け入れず、古き世にすがりつく重秀よ。神聖の炎で焼き尽くしてこれをおやめくだされ。宣戦された。やばい、元地下助けて。助け立ちいたす。あー、テルモトも助けてください。で、とっかけ、あ、貴様、皆さん。いやー、続いて、ルザン。やばい、潰される。我が領内に敵が迫っております。6300で来る。ギリ無理だって。いやー、ギリ無理だって、それ。やばい。やばいでしょ、それは。そんなまさか。やばい、現実を受け入れられない。うわー、どうしよう。ちなみに、舞台どんだけ出せるかな。全員400で、2400は無理だな。ちなみに、こっち。長宗我部家の援軍は、どう?いやー、どうでしょうかね。兵糧2000か。なんとか、軍馬800で、なんとか、あれしてもらえないですかね。これで一回やってみようか。兵糧は今7500しかないからな。ちょっと厳しいです。さあ、で、まあ、かなりお値打ちではあったよね。じゃあ、こっち攻めようか。角元。ちょっと厳しいかな。
きましょう。はい、それかこっちだな。待て待て、まず進むのだ。こうしてで手を打とう。で次こっち向かうみたいな感じ。よし、でなんとかこれで戦えるはず。進むのだ。さあ行きましょう。はい、さあでどうどうどう、さあどうなりますかな。報告いたします。クロロは大丈夫か。まあギリ大丈夫か。いやーどうかな。さあここはとりあえず頑張っていきましょうか。雑賀城守ろう、一旦守る。雑賀城到着。でここはとりあえず籠城戦ね。さあでどう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 なるかな。でまず元近が到着した。 OK、 勝敗が意外効果采配次第でしょう。分かりました。まあ負けてもその後城から打って出ればいいだけの話だからね。はい、最下の戦い、長宗我部元親 VS 加藤義明。舞台数が少ないから結構きついよ。やばいっすねやばいっすね。さあ行きましょう。はい、対戦最下の戦い行こうか。さあ頑張っていきましょう。今回私はうずめび、そして柵でございます。で向こうは金と陣か。もしかしたら罠がたくさんあるかもしれんということで、能力もそんなに高いわけではないな我々。なんとか加藤義明を特定して潰すみたいな感じでいこう。はい、さあ元近頼んだ。もうめちゃめちゃ苦しい。さあまずはまさか鉄砲がいるな。鉄砲いるね。一回下がろうか。はい、一回下がろう。覚悟せよ。はい、一旦下がれ。さあなんとか渦めびで敵の数を削る。さあどうするよ。まだ遠いか。ゲッチ始めよう。まだ遠いかな。来た。で、あれ、渦めび、はい、入ってるよ。はい、入ってるよ。よし、まず一人体食らった。逃すものか。で、これで4996になった。で、次こっち。いいね。よし。ざまみやがれ。さあ、行きましょう。さあ、攻めるぞ。さあ、どこだ。覚悟せよ。で、どこだ、どこだ、大将は。大将、どこですか。やりたい。前、それかこっちだ。覚悟せよ。で鉄砲、はい、始めるぞ。まずここの舞台を削ろう。はい、こう覚悟しろ。格の差で思い知るがよい。じゃあ一芸で防御力を上昇。はい、さあこう叩き潰せ。いかんだ。さあで始めよ。まず押せ。本陣切り込み。どこ、そこ、やばい。やりたい前へ。さあいけいけいけ。でこっちな。はい、やりたい。さああんまり攻めすぎるね。で大将見つけた。で、はい、一芸。さあ防御力を上げつつ攻め込まれ。さあ大将のとこ行こう。加減できるほど器用じゃないんでな。さあでなんとか士気も上げて優位に戦っていきたい。オッケー、ナイス。さあそしてこっち。このままでは。でちょっと元近厳しいよ。やりたい。さあどうだ。前、あー沼、マジっすか。ここ始めよう。いやでも攻撃入っちゃってるよ。大丈夫。ごめんよ。あーとう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 やばい。でこっち軽く。さあこっち覚悟せよ。手を向かおう。始めよう。やりたい前。さあでやりたい前。なんとか加藤義明届け。手を打とう。でこっちだ。始めよう。さあでこっちこっち。覚悟せよ。やりたい。さあハマってるんじゃない覚悟しろ、はい、時にはない。さあで待て攻め込まねば。ゲージの溜まりが遅い。やりたい。やばいやばい、距離食らっちゃってる。あーだだ、あーかん。やりたい前へ。で臨戦。はい、信じられない。さあでこっち。やりたい前へ。やりたい前へ。してるけど頑張れ。ここは削ろう。やりたい。オッケー。前へ。でこっち、はい。始めよ。で、あとはこいつ。さあ加藤義明。やりたい。するぞ。前へ。やりたい。前へ。
で、臨戦臨戦、頑張れ頑張れ。で、私は逃げる。でも逃げるとちょっとあれだな、強引が入っちゃうから。さあ、こっちこっちこっち、はい、さあ、で、まだまだ、はい、臨戦、はい、頑張れ。さあ、こっち、はい、始めよ。さあ、こっちこっち、じゃあ、やめてやめてやめて、やりたい。とっとっとっと、うわー難しいっす、難しいっす。あーやめて。いやー、まあこれは負けるか。ごめんなさい。すいませんでした。いやー厳しい戦いですね。うわー、シナリオ最初の合戦は敗北なんですか。いや強いよー、こんな強かったっけ。じゃあ次は場外決戦。よし、まだまだまだ。さあ場外決戦いきましょう。いくぞー、はい。さあこれでいく。さあシギナサとワイラの勝ちはいけません。いや、ここはもうやる。はい、最下の戦い、鈴木茂樹で VS 加藤義明。うん、まあこれは勝てる、まあ、これを乗り切ればだけど、これを乗り切るのがめちゃめちゃしんどい。この後が大事だよね。さあ行くべー。はい、回戦最下の戦い、行くぜ。さあ行きましょう。今回私は金、柵、そして沼沼でございます。で、向こうは金と陣。了解しました。じゃあ罠にかけるために一旦下がろう。はい、お、もう出番。もうできるだけ削ろう。もう結構厳しいっす。さあとりあえず向こうは鉄砲が、あ、全員鉄砲隊か。なんとか沼にかけよう。で、私の部隊といったら3部隊が鉄砲隊。よし、で、まず沼、はい、はい、鉄砲、はい。さあ、さあいけ、始めようか。さあ、で、まずはこちら、はい、覚悟願います。さあ、待て待て、前進をするでない。ご命令を、はい、ご命令を。でもな、命を、はい、覚悟せよ。まず、こいつを鉄砲、はい、ガーゼで、よし、ご命令、こっち行こうか、はい、覚悟せよ。始めるぞ。さあ、まずはしのぎ切ろう。始めよ、ご命令。うわあ、もうやばいやばいやばい。さあ、出てこいや。待って、ってなると、まず舞台のデメトで、こっちから引き上がった。うん、こっち、ここで、こうで、ガッシン、ショータン、はい、で、始めよ、はい、ライレンさん、鉄砲、はい、さあ、いけ、覚悟せよ、ご命令。ふい、ゲチ。さあ、こっち来い、こっち、こっち来い。はい、鉄砲。いざ進む。私も鉄砲ね、はい。もう出番。で、はい、回り込む。やりたい、前。こっち、はい。覚悟せよ。下がって。さあ、で、どうでしょうか、どうでしょう。はい。さあ、攻撃させる。負けるとは。間に合わなかったか。さあ、こう。で、よし。で、ガシン、ショータンはまだ使えない。鉄砲、鉄砲、はい。まあ、これ勝てるな。オーケー、あー、追い返した。危なかった。で、残りは1400か。これ、城攻めできんな。早めに壊したい。次の戦に行こうか。これはどうしましょうな。厳しすぎる。この後どうすればいいかわかんないもんな。とりあえず待つしかないか。はい。で、信長と姉の小路が戦になって、まあこれは織田家勝つよね。いやー。あ、本能寺の変始まった。今日、桂川周辺。明智光秀は織田信長に自らが揃えた軍を越兵させるという名目で、今日の本能寺へと向かっていた。兵に、ひなの支度をさせよう。明智光秀、霧が来る。うん、頑張ってね。はっ！てんてんてん。織田信長の宿所、本能寺。ひなの音。どうやら、兵の喧嘩騒ぎではないようだな。申し上げます。謀反であろう。何者の企て。丈助が別心か。丈助とは織田信長の嫡男織田信忠を指す。信長はまずこの嫡男の謀反を疑ったと一部の史書では伝わっている。 いえ、兵は明智の手の者のように見受けられます。
明智、十兵衛、そうか貴様か。信長様、抜ける道を探させております。それまでに押したこ。無駄よ、十兵衛は俺の手の内を知り尽くしておる。逃げて奴に先回りされるわ、尺に触るわ。しからば、いかがなさいますか。是非に及ばぬ、十兵衛が首叩き落とすまでよ。信長は指、槍と武器を変えながら死力を尽くして奮戦するも、敗北を悟ると炎に包まれた本能寺の中へと姿を消した。されど首は見つからずか、信長様らしいと言うべきか。殿、二条へお急ぎください。この機を逃すわけには参りませんぞ。ああ、わかっている。二条城にいた織田信忠も明智軍との戦いの末に自害し、織田政権は完全に機能を停止することになる。統一されようとしていた天下は一夜にして群雄割拠の乱世と逆戻りするのであった。これは私にとっては吉報なのか凶報なのか。はい、明智家より交渉の申し出。同盟2年。ああ、お願いします。うわー、助かった。うわー、よかったよかった。天下太平の志。我らはもはや三河の小大名にあらず。信長様亡き世となりで忍び耐え、力を蓄えた徳川は、これより、ようやく天下を望むことができる。わしが志すは乱世の支配者にあらず、太平の世を治める主よ。我らは新たなる世に向けて再び歩み始めるのだ。はえな。うわー、なんとか助かったのかな。はい、細川雄斎解明。本能寺で織田信長を討った明智光秀は、機内の武将たちに参陣するように声をかけた。細川藤孝は以前、光秀と同じく将軍家に仕え、苦難の時代を共に過ごした仲であり、文化人としても信仰が深かった。藤孝は当然光秀に次ぐ、機内の諸将はそう考えていた。しかし、藤孝はやはり来ぬか。は、居城より動かぬ様子にございます。藤孝、いや、雄斎と名を変えたが、信長様の死を悼んで剃髪するなおと、彼らしい芝居を打つものだ。藤孝は我が文を読んだか。いえ、そこまでは。摂津を与えるとは書いたが、領地で心を動かすような男ではあるまい。最後の最後まで最も大きな利を見極め選び取る。それが細川の作法、さすがは雄斎といったところか。細川藤孝は光秀からの再三の要請を断り出家、細川雄斎と名乗ることになった。家督は息子の忠興が継ぎ、細川家は同勢力にも積極的に加担せず、成り行きを静観する立場を取り続けていた。まあ難しいよね、ここは。先月の終始。ああ、なんとか生き延びた。よかった。ふぅ、あぶねえ。っていうか、しまったな。つまり、明智家と組むということは、秀吉と敵対することになるってことだ。ああ、そうなのね。そういうことか。まあ、だけど、手取り銃くれたからな。まあ、ここは頑張るしかないか。いやー、ほんと危なかったな。マジ死ぬかと思ったわ。いや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 、ほんと冗談きつかったっす。さあ、これからはね、鈴木重秀、通称、埼玉大一で天下取り頑張っていきましょう。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしくチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよなら。